日本全国多くの女性が農業に携わっています。平成25年、新たな自営農業就農者は女性が8670人、その中で農家を継いだ20代の女性は760人いるのです。若い彼女たちは日々何を行い、何を思い、何を受け継ぎ、どんな農業を目指しているのか、女子力は農業を活性化できるのか、真実の声を聞いてください。ここは米どころ新潟県上越市。今日は上越地域の酒とうまいもんを一堂に集めた人気のイベントが繰り広げられています。杵築町にお汁粉、赤飯いかがですか。歩行者天国の真ん中のブースでは餅つきが始まりました。花の舞の千恵さん夫婦です。こちらは花の舞の社長夫妻、次女の愛さん夫婦、そして三女の咲希さんです。ここを取り仕切るのは長女の千恵さん。特に餅つきが終わった後は長蛇の列、お餅がどんどん売れていきます。ちゃんと商売として広告できるイベントとして捉えるので、その日の売り上げも確かに大事なんですよ。赤になりたくないし出るには少し売り上げたいんですけど、どっちかというとその時来たお客さんの顔を見て、ファンになってもらいたい、花の舞ファンを増やしたい。なんで経営理念がしっかりしてないとファンが増えないっていうのをこの間勉強してきたので、自分たちの会社として落とし込みたいんですよ。私は今社長だけ思ってたらダメなんですよ。会社って私と多分社長はそう遠くないくらいで、多分理念は多分似てるというか共有できてるので、仕事もやりやすいんですけど、妹たちに行くと多分そこまで伝わってないんですよまだ。なんでそれをもっと落とし込んで個人ベースまで落とし込みたいんですよ。そういうことによって噛む会社っていろんな意味でうまくいくし、変な社員にならないというか。酒粕スティック試食いかがですか。高田農業高校です。姉妹が通った農業高校も大切なお客さんです。これ全部ですか。さすがです。どっぱら、どっぱら。残りはお席半だけ、あと3つ。完売できるのか。ありがとうございました。ありがとうございます。一緒に乾杯ってください。はい、せーの、乾杯。まあ自分たちの読みとして、まあ、作りすぎないっていうのもあったので、まあ、そういうのが当たってよかった、人数とまあ合致しててよかったなっていう面では、今回は成功の方に近いんじゃないかなと思ってます。明日は明日なりにちょっとショートかけて頑張りたいと思います。おいしいお米の生育には欠かせない冷たく澄んだ水が流れ出す妙高山麓、潮風が澄んだ空気を運ぶ日本海、この間に挟まれた久引平野は古くから稲作が行われてきた土地。この地が黒川千恵さんが生まれ育ったところであり、株式会社花の舞があるところなのです。4月、いよいよ土から芽を出した苗床を田んぼに並べる時が来ました。
家族総出で手から手へと渡していきます。かっこよく見えたんですよね。第一線で働くというか、お客さんが黒川さんいい人でとか自慢だったんですよ。で、母は優しいし常に3歩下がるような母なので、そうなりたいとも女としては思ってましたし、私もじゃあその2人に沿って頑張ろうっていう気持ちが最初で、地元の高田農業高等学校を卒業し、事務一般を学ぶために1年間上越の人材育成テクノスクールに通い就農。疲れちゃった石運ぶの。もう株式会社花の舞の花はおばあちゃんの名前から取りました。そしてお米のブランド名として名付けたのです。新しい商品は今年から本格的に売り出した越後カニ米コシヒカリ。これは料理店から出る産業廃棄物のカニ殻と米ぬかを肥料として作られたコシヒカリなのです。一丁ボタンほどこの肥料を入れて米を作りました。めちゃくちゃいい評価で、カルシウム分がすごい増えたんでしょう。あ、こんな米昔俺食ってたよなと思わすぐらいの米になったんで嬉しい。今年の白柿は2台のトラクタで効率よく行っています。三女の咲さんが4月に就農し、花の舞の社員に加わったのです。10何枚してると思いますよ、仕上げ親が辛いので、まあ、手伝ってあげたいなっていう、あ、うちらが継いでほしいっていう気持ちがあるっていうのを聞いたので、まあ、親の夢も叶えたいな、それがまあ一番大きいかなと思います。うちの中ではちょっとピカイチだね。全然褒めてくれないので、あの人はね、そう褒めないようにしてるらしいですけどね。下手な男の子で興味あると思うよ。5月のゴールデンウィークが終わり、田植え真っ最中。千恵さんの田植えでの役割は何ですか？全般的に苗出しや肥料、除草剤などのサポートマックに回ってるんですけど、基本的に田植え機が止まらないような下準備をしておくことが私の役割だと思ってます。さきさんに勧められて久しぶりに田植え機を運転してみます。さきさんに農業への道を勧めましたか？自分の道は自分で探しなさいって常に言ってました。別に農業入るのも一つだし、うち入るのも別にいいよと、入るなら入るなりにあなたのポジションを考えてねって誘導したとか、一緒にやろうよっていうのは逆になかったですね。辛いの知ってるので、逆に会社員の方が幾分楽だろうって思う時もやっぱりあるし、私が会社員になりたかったっていうのもあったので、なんか常に取り残されてる感がありました。周りの同世代の子は上から叩かれ、納期が迫り、過酷じゃないですか。働くってないなと。自分でノルマを課せるしかないし、自分で期限を決めなきゃいけないし、やるにもやらないも自分次第だったので、そういうのは常に辛かったですね。友達と話してても上司がさとかっていう話もできないですし、上司がいたらどんなにいいんだろうって思ったこともありました。高田城の桜が咲く頃、千恵さんは友人の紹介で知り合った自衛隊の直人さんと結婚式を挙げ、松野と名字が変わったのです。そしてコスモスが満開の9月、今日は待ちに待った稲刈り。千恵さんが運転して田んぼに向かいます。夫になった直人さんも手伝いに来てくれました。
業を職業にしている奥さんについて聞いてみます。ちっちゃい頃からずっと、多分お父さんの姿見てやってるんで、多分これが自然な形だと俺は思うんですよね。こう田んぼ仕事とかってこんな汚いとか汚れっていうイメージ大きいと思うんですよね。でもその中でこう熱い中つなぎきて頑張ってる姿で、若い女の子がこういう仕事やってることに違和感は感じるけど、逆にそれがかっこいいっていう。嫁がこう稲刈り仕事来てる土日とかは、家の掃除だとかそういうのは俺やったりとか共働きってこんな大変なんだって思ったよね、楽しいけどね、喧嘩もなくなんとかちょこちょこお手伝いに来てもらってて、なんであんまり違和感はなかったんじゃないですかね。逆に職業だよねみたいな感じで、一種の職業で認めてくれてたみたいな、応援もしてくれてたので。めいのひなちゃんも応援に駆けつけてくれました。鳴ってるよ。でもここ倒れてたでしょ最初ちょっと。それがまたいい経験だった。そう、去年まで立ってたからね、そう初めて倒れたのだって。そう、カエルが苦手だったので絶対家には入らないと思ったので、絶対甘えがあるじゃないですか家族の中で。私それも分かってたんで嫌だなと思ったので、その中でもね、お客さんのためにって言ってやってるのは本当すごいなと思います。私が今実際すごい助けてもらってるので、できたら助けてあげなきゃなとは思ってますけど。次女の愛さんも今年4月から花の前に入り、発送業務から始めています。これで一番下の高校生の長男を除いて家族5人が一緒に働くことになりました。機械担当の村松さんは頼りになるベテラン農業者なのです。お子さんをこう育てた経験がある女性とか、これから育てるとかっていう人の方が、稲にだけに限れば機械作業さえ覚えてしまえば、多分女性の参画っていうのはすごく可能だし、一番広いかな、門戸は。珍しいですかね、私トラクターはダメだった、本当にダメだった。社長さんとかお父さんとかお母さんは怒っちゃうんだよね、やり方が違うとかダメだとかって怒っちゃう。何度泣いたかみたいなね本当本当、最初の頃は10伝えたいんだろうけど、言葉としたら1もないみたいな。で1もないところからうちらは10読み取れって言われてもわからないよっていうのを伝えられなくて怒られますみたいな、なんか無条件に常に怒られてますみたいな。だからそこは難しい、家族だからこその。だんだん私たちも家庭を持っていく、一緒にいる時間が短くなるので、社長として、計画をはっきりと出していかないと、これからちょっと、ついていくのがきつくなるのかなと思うので、一緒に仕組み作りをしていけたらいいなと思ってます。ここは東京汐留にある素敵なイタリアン街。イタリアから料理上手な3人のお母さんたちを招き、ワインを飲んで美味しいイタリア料理を食べられるイベント、マンマの料理フェスタを開催しています。日本からは花の舞だけが出店。メニューは塩おむすび2個と手作りちまき2個、それぞれが500円。今回は物価が高いと言われる東京ですが、すべて売り切ることができるのでしょうか。
をですね、あのイタリアのマンマ の出身種のそれぞれのワインをあのご用意しています。今回のマンマ族の出身種のワインが飲めるということ。イタリアのマンマは大忙し。これだけ3種類ございまして、飲み比べもできまして、あとあのワインによく合う自家製のおつまみ。日本のマンマが作る料理、それは野沢菜のおしんこと米の味を最大限に引き出すシンプルな塩おむすび。心を込めて握ります。試食おにぎり、試食ちまきも本当は試食作ってもらいたいんだけど。試食作戦を実行。販売しておりますので、ぜひお求めいただきたいと思います。さあ、ここからは出店者の皆さんにですね、それぞれのブースについてご紹介をしていただきたいなと思います。はい、じゃあ会場の皆さんに一言。はい、越後カニ米、自社ブランドです。今日は少し試食も出しますので、皆様少し食べていただければと思います。今日はイタリアマンマということで、たくさんマンマさんに来ていただいておりますが、日本のマンマの料理ということで、新潟県の、マンマから作ってもらった、越後のちまきというものを持ってきました。ワインと合うかちょっと不思議なところもありますが、今なかなか作り手がいない、貴重なちまきです。ぜひ皆様この機会に少しでも食べていただきたいと思っております。はい、これ塩なしで、からすみだけ、これちょっと。イタリア人にも日本の米を食べてもらいました。からすみとお米を一緒に食べてみたけど、すごく美味しいって言ってます。新潟の米とからすみがすごい合うっていうことに気づいて、いやびっくりして、ちょっと食べてみませんか。はい、びっくりしちゃった。ちょっと 手で取ってもらって申し訳ない。ご飯とからすみの組み合わせはどうでした。日本酒との方が合うと思ってたんですけど、ご飯もとってもあって美味しかったです。美味しいのは分かる、だけどその値段を出すかっていうのは別物だと思うんですよ。美味しいからみんな高いもの買うかって言ったらそうじゃないと思うんですよね。なんで美味しいなりの思いをやっぱりお客さんに分かってもらわなきゃいけない。でそれをどうやってこれからの仕組み作ろうかなって考えてる。売れなくてもいい経験でした。はい、おにぎり100円って言われて、いやうち高いですって安いなら安いとこ行ってくださいっていう気持ちで接しました。うん、綺麗な花は種をまいていい肥料をくれて花咲く。お米もいい肥料をくれて、米になる。だからお客さんもいいお米をできるだけ食べてもらって、いいお客さんになってもらう。乾杯。